はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ホルス実況チャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、またねホルスと相性のいいデッキをご紹介していきたいんですが、聖眼ですね、ブルーアイツ。これ何が相性がいいかっていうと、まずレベル8のモンスターとしての、性能が非常にいっぱい出てくるんでね、ランク8が非常にしやすいっていうのと、ブルーアイズもレベル8のモンスターなんで、一応そのそういうランク8のギミックとしては非常に相性がいいっていうところなんですよね。とあとね、手札から捨てられた時に持ってこれる、カードを持ってこれる、ホワイトブレジェンド、これブルーアイズ持ってこれるんですけど、これをエムセティとか王の棺とかで、切ってブルーアイズを持ってくると、まあ、それが手札コストになったり、あと、オルタナティブのね、自慢するための、素材になったりしてくれて、まあ、非常に相性がいいというところで、それとね、1チューナーがいっぱいいるじゃないですか、ブルーアイズデッキって。1プラス8で9出るんですけど、9シンクロもね、まあ、そこそこ強いモンスターいるんですよね。まあ、ここ汎用的に入ってるのはアーキティスクラーなんですけども、面白い動きが、まあ、ちょっとコンボパーツいくつか必要になっちゃうんですけど、青き目の剣士と、イムセティと、なんか、目覚めの旋律みたいな感じで持ってる時とかって、なんかすげえ盤面伸びるんですよ。なんか、まあ、超、上振れてる時ぐらいしかその手札なんないんですけど、まあ、そうなってくるとね、盤面ね、バロネス、ディスパテル、スピリットドラゴン、フォトンロードタイタニックギャラクシーみたいになります。すごくないですか。マジやばいでしょ。なんか何本があるんだろうみたいな感じの盤面になって、めっちゃ楽しいんで、まあ、ちょっとねホルスギミック自体がね、そのやっぱその初動9枚しかないから、ちょっと若干事故率がね あるっていうのと、まあ、ブルーアイズギミック部分だけ引いてもクソ弱いから、ちょそこが微妙ではあるんだけど、組み合わさった時2枚初動以上、2枚初動以上の時になんかめっちゃ楽しい動きができるよっていう感じのデッキだと思っていただければ、はい、動きはね見ていただければ結構強いと思うんで、早速ねやっていきたいなというふうに思います。はい、デュエルスタンバイ。あー割とハンドはいいですね。ガンマぶん投げられたら嬉しいなって感じなんだけど、オーブの石撃発動します。お、なんかあると、お、なんかちょっとなんかガンマ投げられる気配するな。王の棺の効果を発動するぜ。何これ熱い。ちょっとマジでうららやめろ、うららマジでやめてくれ。よし、オッケー、神ゲーマジで、ね、皆さんホルスデッキ相手にうららとか G とか投げる場合はマジで覚悟を持ってその投げた方がいいですよ。ガンマ持ってるかもしれないので、かなりの確率で絶対入ってるんで、裏ホルスデッキって基本的にはね、もうちょいいらねえよ俺。だからマジで覚悟を持って投げた方がいいです。 G とかうららとかをもし持ってる場合はね、ということを言っておきましょう。さあアクセルシンクロサラスドラゴンの効果を発動。まあ、ガンマちなみにまあ、着手するっていうことは、まあ、イコール、8シンクロは10シンクロができるということなので、こういう風にね、なのでバルネスまではまあほぼ行っちゃうんで、まあこの一回誘発を無効にされた上でさらにもう一妨害が立ってしまうっていう、はい、っていうことだということを皆さんお気をつけください。さあ青き目の剣士の効果を発動するぜ。で青き目の剣士でこれで、ホワイトオブレジェンドとかいうモンスターを持ってきて、でイムセティの効果を発動。さあイムセティの効果によってホワイトオブレジェンドを墓地を組みながら王の棺を持ってくると、カードを1枚ドローしながら、うわランブル先来ちゃった。ランブルはできれば赤き竜で作りたかったカードなんですけども、まあ、王の棺の効果を起動します。で、ちなみにこの伝説の白石ちゃんはね、ブルーアイズを持ってくることができるんですけども、ブルーアイズがこの手札コストで非常に優秀なのでこんなカード手札にあったところでオルタナティブで自慢するくらいしか役割ないじゃないですか。だからね非常にねこのねブルーアイズというギミックはね優秀なんですよね。はい、手札コストとしてな、別にこのモンスターが優秀とは言ってないけど。さあイムセティが、爆誕して、で一応これでてかもう結局ブルーアイズが出ないと、ブルーアイズモンスターじゃないとスピリット出せないんで、まあ、スピリットを出すためにブルーアイズモンスターをなんとかして俺は引きに行くっていう話、まあ、引くっていうか出すか、どっちかっていうと。でブルーアイズを墓地送ってハーピー落としといて、さあもう圧縮はしたぞ、来いブルーアイズ、ブルーアイズ頼む、ちょブルーアイズマジ頼む、頼む、あジェット落ちた、オッケー、あーでかい、
このジェットでかい、非常に。よし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 。ブルーアイズモンスターじゃないとね、あのね、精霊竜をね、出したいんですけど、精霊竜がね、召喚条件がね、あ、ポップルスどうぞ。ポップルスは OK です。精霊竜が、ブルーアイズモンスター、チューナープラスブルーアイズモンスターみたいな感じの条件になってまして、こいつですね。なんで、あれなんですよね、このホルスだけでは出ないっていうのがちょっと若干の、まあ、懸念材料ではあるんですけども、まあ、結構ね、このアンデッドヴァンパイアをすると結構出るんで、はい、でそちらにここで赤切りを出すんですけど、ここで持ってくる、シンクロランブルも引いてしまってるんで、今回かなり下振れてはいます。まあ、ガンマ引けた分だけ、まあ、上振れてるのかもしれないけど、ちょっとだいぶ下振れはしました、正直。で、一旦こうしてケベンセヌフで、シンクロランブル発動。もうこれ、シンクロモンスターしか出せなくなっちゃうんですけど、エクスタデッキから、ホワイトオブレジェンドを、特殊召喚しまして、こうやってやっていくとどん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 手札に、ブルーアイズが止まっていくんですよ。だから、まあ、デッキの中のゴミを掃除できて一石二鳥みたいなまあそんな感じですね。で、アーキティス出して、でさらにブルーアイズサーチとワンドローが入る。ここでなんか青姫の剣士とかを引いてみたいなこと起きても、結局ブルーアイズ出てくるのかな。でブルーアイズ持ってくる。まあここまでですかね。まあとりあえず赤き竜で相手のターンに急シンクロができるんで、これホルス出すかジェットドラゴン出すか結構迷いますね。いやー、まあでもホルスかな。まあ妨害にはなるしね、ホルスの方が。まあ、ジェットドラゴンは結構破壊耐性は強いは強いんだけどね。まあとりあえず、これでターン終了しましょう。で相手のターンに赤き竜の、効果でシンクロ召喚ができるんで、で、ちなみに、このスピリットドラゴンの破壊をシンクロランブルで耐えることができるという、まあ、そういう種の順もあります。妨害数はそこまで多いわけじゃないですけどね、これ今この現状だと。まあ、バロネスとアーケティスと赤き竜のシンクロ召喚があるだけなんですけど、まあね、見た目以上に硬いですよ。何か破壊したらジェット出てきますし、あとハーピーの効果もありますからね。はい、まあ、めちゃくちゃ強いと言っておきましょう、それに関しては。さあ現在法からの何が出てくるのかって話か、これ。あー、多くだる。いや、さすがに止めざるを得ないよな、これ。止めざるを得なくね。アドバンテージ稼がれすぎワロターになるので、まあ、多くはさすがにぶち壊しておく。手札2枚あんのもでかいよね。これ伝説の白石ちゃんがさ、墓地行った時に必ずさ、ブルーアイズ持ってこれるからさ、まあ、その1枚ドローとサーチで絶対2枚なんだよね。だからアーキティスの1枚破壊は絶対飛ばせるわけよ。アーキティスって手札2枚捨てて1枚破壊するんで、手札ないとマジでゴミなんですよね、こいつ。基本的に。なんか1枚ドローするだけのおじさんみたいになっちゃうんですけど。はい。で、ポプルス効果。いや、これさっきね、邪眼神殿墓地落ちてましたよ。大丈夫ですか？邪眼神殿さっき墓地落ちてましたけど。反逆か。もうじゃあ行くしかねえか。これ処理後。これチェーンしちゃうと、タイミング逃すんで、まず気学流アーケティスの効果を発動します。手札を2枚墓地に送ることによって、相手のフィールドの、カードを破壊します。はい。で、その処理後。赤切れの効果を発動。レベル9のモンスターを対象に取り、そのモンスターとは、そのモンスターと同じレベルのドラゴン族シンクロモンスターはもちろんそう。現れよ、トリシューラ効果発動。相手のフィールド上の、カードと、お前どっか行け。で、墓地のカード、どうしようかな。こうして、こう。はい。はい。反逆抜いた神ゲー起きた、神ゲー起きた、反逆抜いたのでかすぎ、あまりにも。バロネスの効果これ使おう。レベル1のモンスターを蘇生すればもう一回おかわりバロネスができるとね、おばあちゃんが言ってましたんでね。で、レベル1のチューナー出しまして、さあ行きますぜ。うわー、レベル9のアークティスにレベル1のホワイトオブレジェンドチューニングシンクロ召喚。あれあれよ、ダブル、あ、2代目の転生シンクロ召喚フレルトバロです。そしてブルーアイズを手札に加えさせてもらうぜ。
ちょっとブルーアイズ出してえな。ブルーアイズもういねえっけ。アンデッドヴァンパイアの効果、まあ、でもチューナーとかはいらねえから、まあちょっと一応落としてもらって、はい、いやなんかいろいろ落ちました。大丈夫ですか、なんかわかんないですけど。ディアベルスター強そうですね。あ、ニビルいい席出そう隕石出してでバトルフェイス、うわブルーアイズデッキだけど盤面にブルーアイズは一体もいないぜ。対戦ありがとうございました。まあなかなかいい展開見せたんじゃないかこれは。マジでさ使ってるもんけど、このガンマってモンスターマジ強いね。これ2枚入れられるやっぱマスターテールって神ゲーなんじゃないかっていう気はしてます。はい、とりあえずこのイブセティっていうモンスターに、これガンマにガンマやめて、マジで危ない。ガンマにガンマは本当にやばいガンマにガンマはほんまにやばいんで、まあ、ちょっと G 打ってくれたんで、まあこれ回収のターンに G 飛んでくることあんまない気がするな。じゃあ普通にね、回収のターンで G 打たれるのが一番うざいですからね。はい、あ、王の出現 OK、 これ今引きかな、ちょっとわかんねえ。もしかしたら今ので引いてきた可能性、今ちょっとあんまどっから出てきたか見てなかった、照らしつもぎり見てなかった、ごめん。麻雀宇宙失格だわ。で、王の棺の効果が無限に打たれて、はい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 、でも計らんっていうカードいらないもんね。まあ、とりあえずホルス全部出てくる問題はあるか。いや、それはそれでダリーな、それはそれはダリー。はい、 OK です。さあ、ひたすらにバケモンが出てきて、さあ爆誕してくる、ヤバすんぎ、レベル84体ヤバすんぎ。レベル84体とかでさ作れるなんかヤバいモンスターとかいないの、ちょっとあんまり俺知らないんだけど、ランク8のなんか普通に廃業モンスターとか知らないんだけど、とか しか知らないんだけどさ、なんかヤバいモンスターいないのああマスカリだな、オッケーオッケー、リトルナイトの構えか、オッケー、了承了承。まあとりあえずサイクリームギアガンマで飛んで、で俺のターン入ります。伝説の白石きつぎだろ、ふざけやがって。とりあえずイムセティの効果は発動できるよな。一回イムセティの効果を発動できて、で持ってこさせてもろって、でブルーアイズサーチングする。はい、ほんでまずオーボ発動したいんだけど、なんかあります、無効にします、あ、しない、なるほど。蘇生してこれチェーン2のなに強いですよね、これね。蘇生します。これさ、こっちって別にさ、なんか伊達上がるとかないよね、戦闘破壊です大したことないよね。一旦これこいつ殴るじゃん、そしたらこいつがもう何もしないから、これでいいじゃん。これで魔法向こうがもうなくなりました。でメイン2入ります。でこっから王の棺で展開すれば、マスカレーナはマスカレーナだけではリンクできないから、あいつはほっといていい。でこれはこうして持ってきて、あのこれどっちもあんま変わんねえか、あんまりどっちも変わんねえけど、どっちも変わんねえけど、まあ、ちょっといらないから、これいらないから、これ戻して、まあ、こっちの方が一応有意義っちゃ有意義だ。でこうしてあんま変わんねえか、でもこれ結局これ落としてもいいから、さっきのコストにして、今の動きあんま関係なかった、すいません。でこれでいやブルーアイズがいないとな、ブルーアイズいないとなんかスピリット出せないのかな、スピリットドラゴンのシンクロ召喚条件なんかもうちょっとなんかあれだな、ブルーアイズ以外使えたら嬉しいんだけどな、ブルーアイズ使わなきゃいいんだよな、ブルーアイズ使わないといけなくなかったら、汎用だったら強すぎるか、それはそれでその可能性はあるな。でとりあえず一旦アーケティス出して、でワンドロー&サーチ入れる、これ強いよね、これでこれでなんかさ引かねえから、あれをオルダナとか戦列とか全然引かねえや、全然引かねえ、びっくりした、全然引かねえ。ま、気学流アーケティス打つしかないですね。とりあえず手札を2枚捨てることによって、相手の王の棺を爆破して、でホルスがもう二度と蘇ってこないようにしたい。
で、ホルスの先導ハーピーを特殊召喚で、もう一発撃って、あれもう一体いたよな、もう一体いたよな、そうだよな、ドゥアムテフで、ケベンセヌフ、特殊召喚で、レベル8モンスター2体。いやーこれむずいな、これジアンデッド死に行くもあんのか、一応で1チューナー出てバロネスもある。ただディンゲルスショルが安牌か、まあ、ディンゲルスショルが安牌だなこれ、さすがにディンゲルスショルで、相手デッキトップ何かだよね、あとはで、これオッケー。デッキトップ王の棺を引かれなければ多分なんとかなると思います。はい、でこれ相手のなんだっけ、タイタニック殴ってるんでいけると。手札あと1枚あればな、相手のターンにもアーキティス使えたんだけどちょっと まなかったわ。さあただまあ、GR しなんとかなると思いますけどね。で、あー強い、相手を強い相手を強いやんこれ、マジか、ぶち込むしかねえか。これ G でいいな。で出てきて1枚だけドローさせてもらって、1枚ドローさせてもらって2体目出てきて、あーゼウスでいいな、多分2枚ドローさせてもらおう。神来た来た、2枚ドローさせてもらってゼウスで流して OK、 その結果でいきましょう。アイメクトビーラー OK で、もう1枚だけくらいドローさせてください、よろしくお願いします。あなるほどねなるほどね、まあそんなに簡単にはいきませんか、了解しましたスルーですかねこれは、まあ、多分アーゼウスに殴られて、まあ、アーゼウスの方が使わざるを得なくなってって感じだよな。こうして、はい、こうして、でこれで一応どっちが先に王の棺引くかゲーミング始まる。王の棺、王の棺、王の棺、音声認識機能搭載、音声認識機能搭載、神ゲー起きたはいこんにちは、はいこんにちは音声認識機能搭載してたこのゲーム、マジで神ゲーだった。おいバトルゴーゴー、うわー対戦ありがとうございました。しゃーてかマジか、最後のドロー神ドローすぎん。うわーこれはまあ先行欲しい、あでもそうでもねえわ、なんもねえわ、なんもなかった、カルプスとドゥアムテク意味ねえわ。ホルス全然、ホルスさやっぱさギミック的にちょっと事故るよね。なんかさ初動がさ9枚しかないからさ、なんか70何パーだっけ、 74% ぐらいでしか初手に来ないんですよね、あの王の棺自体が、王の棺になれるかとか。なんかさやっぱさ体感ちょっと事故るんだよね、うん、一生だね。ホルスをメインに組むのかなり難しいですねとやってって思いました。はい、非常に、ましてそのホルスプラス LX みたいなさ、今回のホルスセイガーみたいなデッキはなんかどっちかしか引けないみたいなパターンもすげえあるから、まあホルスの方引いてるんだったらまだいいんだけどね。ええ、まあ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 、とりあえずサラストドラゴンとジェットドラ、ああパワーツルドラゴン、なんか何これわからん、何デッキこれ、めっちゃドローするやん、ちょっとやめてくださいよ。いやここから王の棺入れんの強やば、ここから王の棺入るの強すぎて、草イムセティやばい、いやちょっと当ててくれ、コスト強、コスト強すぎだろ、なんだそのコスト、ふざけやがって。おタケミツコストにさホルス牧地送んの、これ犯罪だろ、何らかの法に触れてる、マジでホップルスドゥアムテフやばい。うわーこれホルスお祭りパーティーだ、これ男子会始まった、男子会、男子か女子か知らんけど、なんかハーピーのことゴリラって言っている人いて笑ったわまあゴリラみたいな見た目してるような何ジャイアントレーダーだとお前まだドローすんのか、
ドローしすぎだろお前、デッキなくなるぞ。ドローしすぎやって、魔法石の採掘で。おい、ちょっと待ってくれよ、あいつなんかドローに命かけてる。うわやばい、待って、そういうこと。ちょっと待って、落ち着こう。いや話し合えばわかる。おい、ちょっと落ち着けって。おやばいモンスター見えてるって。やってることやばいって、それはさすがに。うーわうーわやめてくれ、もう頼む、頼む、リュウ実況チャンネル、やばいぞこの4枚ドローは。うーわやめろ、頼む頼む、生きろ、そのだ美しい。うわちょ、僕が考えた最強デッキやんそれ、ふざけんなし。